さて今日は欲しいの願いのお話をしましょう。遠い遠い空の上、その遥か遥か彼方に星たちの住む国があるそうです。星の国の宮殿にはみんなの願いを叶える力を持ったスターの杖という宝物があり、ありがたい七人の星の精たちによって大切に大切に守られていると言います。そしておや、誰です、変なものを貼り付けたのは。はーい、我が輩でーす。がニックキマリオをつけるためスターの杖を我輩がいただくのだ。やれーカメッカババー。わー、大混乱だー。あーらら、そんな、早速スターの杖、早速杖を使わせてもらおうか。ああ、やめなさい、クッパ。お話を勝手に変えないで。ひゃひゃひゃ、うまくいきましたわい。がっはっは、当然だ。星の子がみんなの願いを届けに来ましたが、もう願いは叶わなくなってしまいました。一体どうしたらいいのでしょう。というのがマリオストーリーのあらすじ。というわけでマリオストーリーやっていきましょう。2000年発売か。じゃあ24年前だね。まあなんか今年これの続編のリメイク移植版がスイッチで出たけど、その前にその移植元の1の方をやっていきましょう。まあタイトルがね、ペーパーマリオ2だった、ペーパーマリオ RPG2 だっけ。あ、まあいいや、タイトルがちょっとね、マリオストーリーとペーパーマリオって違うんだけど、日本版がマリオストーリー、海外版、北米じゃない、欧米版が、ペーパーマリオってタイトルになってるので、実は1と2のつながりがあるんだけど、まあいいや、やっていこう。ファイルの名前、適当につけるか。よし、困った時のドラを。じゃあやっていきましょう。綺麗だな。これ64だよな。64ってこんな綺麗だったんだな。64持ってなかったからわかんねえや。郵便でーす。まあ、このマリオストーリーのストーリー自体は昔実況で見たことがあるのである程度は把握してるけど、言っても10年近く前だからね。兄さん、ピーチ姫から手紙が来たよ。ここに置いとくね。ああ、渡してくれるんだ。読んでみるね。なんで勝手に読むんだ。なになに？今日城でパーティーがあります。マリオとルイージもぜひ来てください。遠い町からのお客様も二人にとても会いたがってます。美味しいお菓子とごちそうをたくさん作って待っていますね、ピーチより。二人で出かけるのか。なんか折り紙キングダムも二人で出かけてたな、ピーチ城に。意外と近い。いつ来ても立派なお城だね。お客さんもたくさん来てるみたいだ。そうだな。あ、もう俺の時間なのか。64のコントローラー初めてぐらいさ、なんだよな、触るの。こうね。左手で真ん中のスティック触る感じでいいのね。で、一応 A でジャンプ。B はジャンプじゃないのか。特にないな。なんか、ああ、回転があるわ。
裏のボタンで、これ何ボタン？ Z ボタン。なんかこうやって移動してたな。君と話をしたらいいのか？よっ！マリアさん元気そうで何よりです。パーティーを楽しんでってください。どこ行ったらいいの？ピーチ姫に会ってきたらどうだい？僕は後から行くからさ。扉の前で A を押せば扉を開けることができるからね。そっか。あ、なんかいる。ペンギン。いやー、お城って本当にいいものですね。できればキノコ城にずーっと住んでいたいですよ。まあ、この作品、ペーパーマリオの一番最初の作品だったかな。で、この一個前がマリオ RPG になるんだけど。ピーチ姫ならついさっき奥の部屋に行かれましたよ。ちょっとお疲れになられたんでしょう。あ、そう。アントチーか。いやー、マリオ殿。私はキノコ城の大臣です。あ、大臣だった。マリオ殿がいる限り、キノコワールドは絶対安全。頼もしいことですな。一人に頼ってるのはどうかと思うけどな。あ、もうこの辺にいろいろな地域のキャラいるんだね。寒い寒い村を代表して村長の私が来ました。あ、もうこんな時間。そろそろ、北ピオさんとお土産を買いに行かなければ。ファッションはかなりうるさい方なんですけど、そのファッション素敵ですね。そうかな。ん？奥ってあっち？ここはピーチ姫のお部屋です。でもここには今いらっしゃいませんよ。どこにおるんだ？じゃあ。上か？基本的にこの回転移動が早いな。普通に歩くより早いのかな？滑るもんね。いる？僕は見習いです。まさかお客様がいっぱいでとても緊張してます。ドッキー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 ドンドン。不思議な力が湧いたらどうしよう。いる？おる？ピーチおる？ピーチ姫でしたら少し前に奥の部屋に行かれました。あ、そうっすか。ピーチおる？マリオが来たよ。俺だよ、俺。俺だよ、俺。マリオだよ。まあ、マリオ、パーティーに来てくれたのね。ありがとう。お客様の相手をして少し疲れてしまって、だからここで休んでいたの。ここなら誰も来ないわ。二人でゆっくりお話をしましょう。おいおい。密な関係か？今日はいい天気だし、バルコニーに出たら気持ちよさそうよ。行きましょう、マリオ。おっと。地割れじゃないか。ああ、城が。いつの間に仕込んだんだろうな、これ。地中掘って建設したのかな。またピーチ城なくなっちゃった。大抵の話でピーチ城なくなるよな。なんかピーチ城すぐなくなるイメージあるな。あたふたあたふた。酸素が薄い。大丈夫だったマリオ。今の一体何だったのかしら。ちょっと酸素薄くない？見てマリオ、まだお昼なのに窓から星空が見えるわ。そうね。うわ、ダイナミック入場。ピーチ姫よ、久しぶりなのだ。クッパ、まさか今の地震はあなたの仕業なの？一体何をしたのよ。お怒りである。わーいのクッパ城でキノコ城を空高く持ち上げたのだ。どうだ、驚いただろう。この城はもがや我が輩のものである。おとなしくするがよい。そうさせないぞ。ふむ、お前はマリオ。やはり出よったな。相変わらずは我が輩の邪魔ばかりするやつめ。今度こそは貴様などに邪魔はさせんぞ。またそんなこと言ってるの？あなたがマリオに勝てるわけないわ。諦めなさいよ。確かに今まではマリオごときに手こずってきたが、今回は違うぞ。今度こそ我が輩が勝利するのだ。さあマリオよ、かかってこい。あ、戦闘チュートリアル？マリオ頑張って。コマンドバトルだよな。ジャンプ以外選べない。クッパ選ぶ。ほい。あ、ミスった。タイミングよく押せば追加ダメージ入るはずな。いってー。これかわすのは何？
A でいいのか。ダメだ。ダメだな。まだかわすとかないのか。ちょ、うまくいかないんですけど。やるな、マリオ。それでこそ我が輩のライバルである。タイミング攻撃もまだないのか。だが今日の我が輩は今までのようにやられっぱなしではないぞ。スターの杖。見よ、星の国から奪ってきたスターの杖だ。これはどんな願い事でも叶えられるすごいものだ。このスターの杖で我が輩がパワーアップすれば、マリオなどひとひねりだ。ちょっと喉痛くなってきたんですけど、クッパさん。あなたの声喉に来るんですけど。行くぞマリオ。痛い。ピンチ。いや硬い。それでは下行け。そんな攻撃ちっとも効かんぞ。ピーチ見てないで何か助けを。助け船を。でやー。今の我が輩にとってマリオなど定期ではないわ。お遊びはこれまでだ。そろそろ本気を出すとするか。マリオよ、これでも食らい。それピーチにも食らってる。よー、銃。 HP 全開でもワンパン即死レベル。マリオー、やったやったぞ。ついに宿命のライバルマリオを倒してやった。お見事でございます。さすがクッパちゃん、クッパ様ですじゃん。このスターの杖さえあれば、どんな願いも思うがまま。我が輩は今本当に無敵だ。さあ、邪魔なマリオにはさっさと出て行ってもらおう。いい、乱暴。投げ捨てるより乱暴だった。マリオー、体がペラペラじゃないと助からないぐらいの高度か。ペラペラで助かったってやつか。普通にやっぱクッパの声喉に来るわ。あの声危険だ。マリオストーリープロローグ。星とマリオとクリボート。まあ、しばらくクッパ出ないだろうからな。ああ、ペラペラじゃなかったら助かってなかったわ。ペラペラでよかったわ。あ、星の精たち来た。カードにされてたよな、オープニングで。ああ、よかった。かなりダメージが大きいけど大丈夫みたいだ。さすがのマリオくんもスターの杖の力を手に入れたクッパにはかないませんでしたか。これは大問題ですな。あ、マリオもう認知されてんだ。有名人だな。落ち着くのだ。マリオとアシラが力を合わせればまだ希望はある。マリオが立ち上がってくれるように今のアシラにできることをしようではないか。皆の者、マリオに力を与えようぞ。このじいさんの声、クッパの声をなんか相殺してくれるな、喉の痛みが。今のわしらにはこれが精一杯だ。マリオよ、どうか立ち上がってくれ。ああ、びっくりした。確かこの辺に何か落ちてきたのよね。あれ、誰か倒れてる。テケ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 。赤い服、この帽子、それにこのおひげ。あの有名なマリオにそっくり。まさかこの人本物のマリオ？ねえねえ、しっかりして。どうしよう、全然起きないの。兄ちゃん呼べ、兄ちゃん。どうしよう、どうしよう、どうしよう。パパ、おじいちゃん、お兄ちゃん。
マリオ、聞こえておるか、マリオよ。わしは星の精のチョール。お主に大事な話を伝えねばならぬ。ピーチ姫を救い出すためにも大切なことだ。だが、あいにくここであまり長い時間お主に話しかけることはできん。ゆえにマリオよ、星の降る丘に来てほしいのだ。頼むマリオよ、わしらはそこで待っておる。これマリオ、マリオ的認識だと夢だと思ってんのかな。なんか、変な夢見た気がする。ああ、マリオさん。よかった、気がついたんですね。何日もずっと眠ったままだったからみんな心配してたんですよ。そうなの？ここですか？ここは栗村です。キノコタウンの西にある小さな村ですよ。私の他に栗坊さんの家族が暮らしてるだけなんです。本当に小さな村だな。二組しか家がないってこと？栗坊と言ってもこの村に住んでる栗坊さんたちはとってもいい人たちですよ。近くの森で倒れていたマリオさんをここまで運んでくれたのも栗坊さんたちなんです。なるほど。じゃあ、お礼しないとね。え、ヒゲの生えた星？その星に星の降る丘へ来るように言われたんですって？まあ、そうね。いやいや、そんな星見てませんよ。それにこの家に出入りする人も見なかったですよ。ひょっとしたらマリオさん夢でも見たんじゃないですか？やっぱそう思う？でももしも夢でなかったとしたら、それは星の国に住むと言われる星のせいかもしれませんね。だって星の降る丘って星の国に一番近い場所って言われてますから。天国に一番近い場所みたいな。とにかくマリオさんが元気いっぱいになってよかったです。よければクリボーさんの家族にも挨拶をしてくださいね。オッケー。なんかないこれ。疲れたらいつでもここに来てくださいね。ぐっすり寝れば元気いっぱいになりますよ。あ、メニュー画面はスタートボタンで出せんだ。持ち物とかない、星のせいもない、地図。ピーチ城はどこ？これピーチ城どこなんだろう？あー、まあ、中央か。中央のなんか、茶色っぽいとこ？あそこがピーチ城なのかな？あ、そうだな。その前に青色の星の門が見えるから、さっき通ったとこだ。あ、こんにちは。まあまあ、マリオさん、はじめまして。よかったわ、ずっと眠ったまだったから、とっても心配してましたよ。まあいいや、もう、いつものことなので。いやマリオ、おいら、クリオってんだ。マリオの大ファンなんだよ。憧れのマリオに会えるなんて、おいら、気分最高だよ。憧れられちゃってんのか、クリボーに。結構踏み潰してると思うけどな、同族を。マリオ、元気になったのね、よかった。クリコ、とっても心配したの。だってマリオ森で倒れててずっと眠ったままだったんだもん。お家入っていい？頼もう。君はばあさんかな？ああ、あんたがマリオさんかいね。わしはクリバーじゃよ。ばあさんのクリボーじゃからクリバーなんじゃよ。フォッフォッフォ。孫たちとはもう会いなさったかね。かわいい孫たちじゃろ。特にクリコは私の若い頃そっくりだよ。フォッフォッフォ。びっくりした。年寄り得意の長い話させられるのかと思った。いつまで経っても終わらないみたいな。どうも。おーっと驚きましたな。おや、あんたマリオさんじゃないですかね。やーっと目が覚めなすったんじゃな。よかったよかった。わしはクリジーですじゃ。じいさんのクリボーやからクリジーなんですじゃ。すまんが詳しい話後にしてくだされ。物欲しの修理をしていて手が離せませんのじゃ。手はどこにあるんだ貴様。クリボーの手はどこだ？64のコントローラーに慣れなきゃね。セーブだ。記録できまーす。OK。セーブします。まあ、一応スイッチのオンラインのやつで遊んでるので、中断メニューからセーブもできんだけどね。クリックもお手伝いしたかったのに危ないからダメって言われたの。何してんの？いやいや、マリオさん、体の方はまだ大丈夫ですかな。どうか、私の自慢の家でゆっくりくつろいでください。でかい家だね、本当に。地震であちこち壊れてしまって修理をしている途中ですが、なかなかいい家なんですよ。この方もようやく修理が終わったところなんですよ。なんと、すぐ出発なさるのですか？
推しの風呂から行かれると、そいつは確かキノコタウンの近くにある丘のことですが。この道をずーっと行ったところがキノコ城のあるキノコタウンです。星の風呂はその少し先ですよ。お会いしたと思ったらもうお別れだなんて残念です。またいつか訪ねてきてください。頑張ってね、マリオ。ひひひひひ。魔の手が。なんかこれマリオ追ってきたのかな、こいつ。ひょ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 。もうしようと思って来てみれば。クッパ様にあれだけコテンパンにやられながら未だピンピンしてるとは。やはりマリオが油断できないやつじゃ。見に来てよかったわい。なになになに、ねえねえねえ、あれ何パパ、変なのが浮いてるよ。変なのとは失礼な。わしはにはカメックババというすんばらしい名前があるのじゃ。ごめん、ちょっと喉痛くなってきちゃった。ちょっと鳴らしの声やりますわ。そんなやつには関わっておれんわ。マリオ、ピーチ姫を助けに来ようたって無駄じゃぞ。今のクッパ様はこれまでとは一味違うぞ。昔のように行かないのじゃ。お前にはこれをプレゼントじゃ。ブロック、せっかく直したもんが。ヒャヒャヒャ。マリオよ、お前はここでクッパ様の大活躍を指をくてるれれれーざま見ろじゃ。ひょーひょ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 。せっかく修理したもんが。いや、そんなことよりも、先ほどのカメックババというやつ、何やらピーチ姫がどうのと言っておりましたが、もしかしてピーチ姫に何かあったのですか？ピーチ姫にってか、ピーチ嬢が亡くなったんですよね。なんと、ピーチ姫がまーたクッパにさらってしまったですと？なるほど。ピーチ姫を助けるために星の風呂から行かなくてはならないんですな。これはますます困りましたな。パパ、なんとかしなくちゃ。周りはピーチ姫を助けられなくなっちゃうの。ああ、そうだ。クリジーが持っていたでかいハンマーならこのブロックを壊せるかもしれんぞ。確か今は物干しの修理に使ってるはずです。我ながらグッドアイディアですな。オッケー。この先のストーリー俺わかるぞ。なくなっとる。それはちょっと俺が思ってたのと違ったな。うわー、この音楽よ。あー、ペラペラで助かった。またペラペラで良かったとこが出てきちゃったな。どこ行ったんだ、クリジー。クリジー？あ、おった。誰かと思ったらマリオさんでしたか。何やらズシンと音がしたとた物干しがゾードーっと崩れて落っこちてしまったんですよ。あ、ブロック置いた衝撃か。マリオさんも起こしてきたんですな。物干しがなくなっていたからびっくりしましたじゃろう。それはもう本当に度肝抜かれましたわ。家に帰ろうと思ったんじゃが、ほれ、そのブロックが帰り道を塞いでおりましてな。俺てっきりハンマーだけ落として取りに行ってこいって言われるんかと思ってたわ。これこれ、このブロックが邪魔なんですじゃ。まったく困りましたわい。オッケー、ハンマー貸して。ん？ハンマーじゃと？どこに行ったかの。物干しの周囲に使っておったから、その辺に落ちてるはずじゃが、この辺には見当たりませんな。向こうの基地でも落っこちてしもうたんじゃろう。マリオさん、探しに行きましょう。行きますじょ。おそらくハンマーはこの辺に落ちてると思いますじゃ。こんなやつですじゃ。木槌だね。気になる草むらなどがあれば近くに寄ってみなされ。マリオさんの頭の上に、赤びっくりが出たら A でその場所を白いことができますじゃ。あ、出た。お金が出。これ関係ないやつ？お金。キノコ生えてんな。お金。あー、ちょ。あ、ちょ、待って、消える。消えちゃう。危ない。貴重なお小遣い。まだ操作官に慣れてねえからよ。うまくコントロールできねえのよ。あ、間違えた。え？あ、あった。ハンマーを見つけた。マリオはハンマー攻撃ができるようになった。ハンマーで黄色ブロックを壊せるぞ。ああ、それじゃ。
マリオさんならそのハンマーでさっきのあのブロックを壊すことができるじゃろうて。ハンマーは木などを叩いたりして揺らすこともできるんですじゃ。ビオスとハンマーを使いますぞ。オッケー。カサカサ。ないわ。ほら粉々だね。64の 3D を表示するパワーのおかげで壊れる映像が 3D だったり、オブジェクトの一部 3D なのか。セーブはいいやね。他には何か。あ、木を叩けるって言ってたな。え、なんか降ってきたんですけど。お人形をゲット。Bチームにそっくりなとっても可愛いお人形。ああ、それはクリコがなくしたと言ってると、お人形。それをクリコに返してやればきっと喜びますぞい。いやはや、いろんな女が落ちてるものですな。あちこち探したくなりますな。その通りですな。探索したくなりますな。おい、お金。こんなもんかな。あ、まだあったわ。向こうは叩けないんだな。右か左かぐらいなんだな、叩ける場所は。奥とか手前っていうのはあんまない感じか。さて、ハンマーも手に入れたことですし、そろそろ家に向かいましょうぞ。ブミュー、どうしたジジイ。あー来た。なんだお前らは。ここは俺の遊び場だぞ。モダンで入ってくるなんて許せないぜ。お前らみたいな奴ら、この小アッパ様が言いたい目に合わせてやる。クソガキ来たー。あ、マリオさん、こいつは小アッパと言って、この辺のガキ大将ですじゃ。なーに、マリオさんには、お、朝飯しますですじゃ。一発ガツンと気合を入れてやってほし、くだされ。わしも気合を入れて、後ろから見守ってますからな。この作品ってタイミングある？これ。おー、ナイスですじゃ。その調子でガンガン行くとよろしいですよ。ちょっとマジでクッパのせいで喉破壊されてるわ。痛い。あ、なんかでもありそうだったな、タイミング。タイミングじゃなくて確定、確定じゃねえや。確率クリティカルとかなのかな。まだまだこれからだぜ。これガードとかマジでないの。マリオさん、もう少しですじゃ。このままゴーゴーですじゃ。ああ、こうなったらロックの手だぜ。パワー全開。あ、痛い。倍になった攻撃力が。あ、でも倒せたわ。マリオさん、お見事ですじゃ。スターポイントゲットですぞ。スターポイントとは敵を倒すともらえるんですじゃ。100ポイント貯めればレベルアップすることができるんですじゃ。頑張って貯めてくだされ。20。チクショー、お前これからだってのに。あ、違った。せっかくこれからだったのに覚えてるよ。あ、帰ってきた。本当に覚えてるよ。まあ、コアッパはこれから道中でたくさん戦うので覚えておいて損はないキャラですね。